あーもうふ皆さんこんにちは、あっちゃんです。あっちゃんです。ママです。パパでーす。パパ、ごめん。今日は、すっちゃんの企画です。イエーイ。すっちゃん考えてくれたんだよね。お家でお寿司屋さんをやりたいと思います。おお、寿司屋さん、うん、初めて、うん、じゃあ、うん、あっちゃんが特別にお寿司の中にもふぎを入れてあげるよ。やだー。もぎ寿司。早速、酢飯作りからやっていくよ。うん、お最初から、うん、はい。じゃあすっちゃんこれ持って、今からご飯をここに入れるからね。新品の匂いがする。ほんとだ。手巻き寿司とかもね、やったことないからさ、買ってきたんだよね。へえ。ご飯は2合、2合入ったよ。はい、そしてこれ、ご飯1合に対して何杯、大さじ2杯だから大さじ4杯ってことだな。大さじ4杯。ちょっと喉乾いた。なんで混ぜるときってさ、一応で仰ぐよね。一応で仰ぐとね、うん、こっち側が持ってね、めちゃくちゃでご飯の中にね、こっち側が入るよ。やだー。混ぜてさあ、行くよ。すずちゃん、パタパタしてくれる？はいはい。大さじ一杯。すずちゃん、パタパタしてた。2杯。すずちゃん、ここですよ、ここ。うん、すずちゃん、またうん、すんのにいいな。3杯揺れる揺れる。はい、4杯。よし、混ぜてくれ。すずちゃん、パタパタする？どうやん。うん、もうすごい匂いする。すごい匂いする。うん、手が痛いんだけど。じゃあ、ママがパタパタしてるから、すずちゃんも混ぜ混ぜ手伝ってくれる？わかった。おっちゃんと僕のね。そんなことは言ってません。あっちゃん、上手上手。おうわ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 。すずちゃん、風を受けながら頑張って。あ、じゃあこぼれてる、こぼれてる。すごい風だ。じゃあしっかり混ぜて。ちょっと待って、ママ髪の毛。ちゃん髪の毛。てか、もふげ。あの、髪の毛についてます。髪の毛。あ、だから髪の毛結んでって言ったのに。そしたら髪の毛が痛い。あ、痛いから結びたくないんだ、いつも。なるほど。なるほどね。よし、じゃあ混ざったかな。ちょっと端っこの方が怪しいぞ。端っこ怪しい。端っこ怪しいぞ、端っこ。よし、じゃあこうやって。さあ、じゃあ巻き寿司のね、具材を用意していますよ。今巻き寿司の作り方は大丈夫？食材さえ用意すれば多分ね。ちょっと夢についたじゃないか。あ、もしもしもし、美味しいかとか食べて。美味しい、美味しい。できてる？ちゃんと酢飯。じゃあパパお願いします。はい。今食材ママは準備中です。で、だって巻き寿司の作り方って書いてどこに書いてある？逆にさ、あっちゃんたちがさ、ゲームで見てるからわかるんじゃない？これどっちが表か裏かわかる？わからん。まあどっちでもいいか。どっちでもいいよ。なんとなくこうか。なんとなくこうでしょ。ここにまあ海苔がいるよね。ああ、やばいやばい。でもこんくらいこぼれとってもあんま気にしないんだよね。あっちゃん。ね、すごいいいことあった。アボカドが食べ頃。もう少し反応して。アボカド別にそんなに好きなわけでもないし。ママ大好き。こっちゃん可愛い。アボカドからこっちゃん食べる。はい。海苔を置いて、で、まあ、ご飯を入れるわけですよね、きっと。うん。まあいいや、まあ、ご飯入れて、その中に具材入れて。じゃあ、乗せて乗せて、はい、ご飯乗せて。どんくらいとすればいいんだ、これ。全然ね、見当もつかんけど、多分入れすぎるとさ、太まってくるんだよ。全部にはしなくていいんじゃないかな。真ん中辺か、端っこ、こう巻いていくから、最後、これならこうしよう。こう最後、海苔を残しとかんと、少し、あの、海苔だけのスペース、どんなものでいいのかな。ここ薄いね。なんかいい感じ、いい感じな気がする。これ、マグロとカンパチ、あとサーモンもある。はい、じゃん。これ。トマトの袋に入ってる。ああ、カニカマ。カニカマ。これね、チーズ。袋食べるところやった。うん。モッツァレラチーズ。これも、こいつはね、モフモフチーズ。こいつが中心になるけど、こいつの周りに、こいつの周りに敷き詰めるんだ。モフモフチーズ。そうそうそう。はい。よし、じゃあ、お箸使って乗せていって。やべ、もうすでにめっちゃ太巻きになりそうな予感しかない。うん、そうね。さ、チーズがさ、こう、真ん中にしかないっていうね。このチーズの横にも、チーズない人用に。あとはね、ツナがあるよ。ツナがいるね。
あれでも乗せよう。いや、箸でいけた。箸でいけた。わあ、すごい豪華。恵方巻きじゃん。すごいね。豪華豪華。ちょっとさ、このマグロ、真ん中にしか、端っこにもマグロをくれ。そう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 。もうこれさ、絶対もう太いよ、レスに。じゃあもうそろそろ。一回巻いてみよう。一回巻いてみよう。すっちゃん、じゃあ炊き巻く。一回。じゃあ巻いてみよう。しっかり、しっかり、しっかり巻いてみよう。手前に持っていってあげよう。せーの。ぐお上手。しきいけてるよ。うん。でここっち。うん。取りながら。いけ。おおいけいけ。すっちゃんいけ。おでギュッとギュッと。ギュしてギュはい。いい感じじゃない？うまい。バクト巻きサイズだな。うん。いやでも美味しそうだよ。うん、できてる。ほらちょっと開けてみよう。おお、すごい。結構上手にできてる。これを。でもさ、ゲームでさ、やっててさ、本当にさ、あこれ負けずになっていうぐらいに、うん、こんなにね太いねやつでめっちゃ作ってるからね。そう。本当だ、ほら。こんなにほら。すごい太いですよ。ああ、転がる。もうそれよりも太いわ。そうだね。よし、じゃあもう一本行こう。もうこれくらいのサイズはいいな。うん、美味しそうよ。さあ、ご飯行こう。次にママね、アボカドたっぷりサーモン寿司が食べたいの。いらんない。ママが食べるから。じゃあママ食べて。ママが嬉しいだけど、うん、ママ用の寿司から。ママちょっとご飯少なめにしてあげよう。うん、ママね、糖質制限中です。今度はじゃあこれくらいにしようか、うん、接着剤代わりのご飯ここに。じゃあアボカドたっぷり、全部使い切ろうか。いやいくらママでもアボカド1個は1人で食べれません。じゃあどんくらいがいい。まあでもこんくらいはいけるかな。あの半分ぐらいは。これ。うん。いや一気に取らないで。うん。おお、よし、じゃあ巻こうか。待って。見ました視聴者さん。これが愛ですよ。よいしょ。ズボ。取りづらい。アボカド大量。バランス。ここら辺に欲しいな。バランス的に。それをくんか。じゃあね、サーモンも入れてください。ママの好きなサーモン。じゃあサーモン。やった、美味しそう。めっちゃ美味しそう。いいよいいよ、じゃあ巻いてくれる？今度は誰が巻いてくれる？あ、じゃあ巻く。うん。さあ、まあママだよね。あの失敗しても大丈夫だけど、いや、竹ごと巻いてもいいわ。ちょっと待って。いくらママでも竹は食べない。上手。もうできた、小巻き。おー、できたね、上手。美味しそう。上手やん。二人とも本当上手。あ、うまそう。食べたいね。楽しい。楽しい。巻き寿司、こんなね、本格的な巻き寿司さん初めてだね。うん。巻き寿司はね、やったことあるけど、こういうのは初めてだわ。やっぱり、太くなるで、ご飯も少なめで大丈夫そうだな。うん。そうだ、握り寿司用のご飯もいるしね。うん、じゃあ、今度は子供たちの食べたいお寿司作ってみて。また、チーズいる？チーズいる。チーズいる。チーズ。チーズ。じゃあさ、うん、これのチーズとサーモンを使ったサーモンチーズあるの。ああ、サーモンチーズね。好きだもんね。そうだね、サーモンチーズあるね、寿司料理。美味しそうだね。すごい、ぶっといね、このサーモン。パパ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 パ。じゃあこれ食べたい。食べたい？なんかくっついてる、これ。くっついてるよ。え、いいよ。誰ですか、来たの。ななです。いいんじゃん。キュウリ残しても仕方ないし。キュウリ大丈夫よ。あっちゃんがゴリゴリ食べるよ。だってさ、こうしたらさ、すっちゃんがさ、これ食べれなくなるじゃん。いや、キュウリごと食べれるやね、すっちゃん。チーズ。じゃあ戻します。これがすっちゃん食べれる寿司。すっちゃん食べれる寿司。え、すっちゃんは食べるの？すっちゃんも今日は超でかいやつができそう。うん。はい、今回はね、ご飯の量より具材の方が多いもん。こんなお寿司さ、お店で食べられないよ。お店で出したらすごい高いと思う。これ、エゴマークさ、スーパーで買ってもさ、980円ぐらいするね。する。いや、本当はね、いくらもあったらよかったけど、今日いくら売ってなかったんだよね。豪華や、いくらあったらさ。めちゃくちゃ豪華になる。でもさ、これ買ったからさ、また作れるやん。道具があるから。うん、じゃあ透明シート取っちゃうかな。取って。おいしそう。いいよ、食べいいよ、つまみ食い。じゃあそれつまみ食いいいよ。
食べるの食べてる。うん。それじゃあ巻こう。いけ、いけ。いいよ、いいよ。うん。ギュッ。そうそうそう。うん。上手。ギュッギュして、ギュッギュッ。うん。はい、じゃあここにサランして。おお、上手、うん、上手にできた。いいね、いいね、いいね。ほら、全部美味しそう。じゃあこれママ切ってくるね。じゃあ次は、握り寿司を作ってもらうんだけど、うん、これだとほら、簡単に形が作れるかなと思って。そうそうそう、うんうん、おにぎりこれ。ふふ、手は触らないから、ちょっとだけ握ってくる。そしたら、このこっちがいないよ。あー、もう、ほんとさすちゃん、やるよ。これは少ないね、明らかに。でもさ、ふわっとしたシャリになるかな。もふっとしたシャリになるよ。もふらない。お、こっち、こっち、ザーザー。お、いいんじゃない。お寿司。おう、おう、もふし、もふし。ちょっと、手出して、ポン。おお、かわいい。じゃあ寿司ネタを乗せて、やっぱりサーモンかな。はい、すっちゃん、持ってよ。アボカドがついてる、はい、アボカドがわさびに見える。ほんとだ、いいね。はい、すっちゃんも好きなのやって、そこに。わさびと見せかけてアボカドを切るとかできそうね。ーパパパパ、ママの分のサーモンでしょ。はい、なんか握った感じ。どうやって握ればいいのか。もうね、すでに握られた状態やけど。おーい、すっちゃんが嬉しい筋ができた。よし、行くぞ。はい、すっちゃんも手出してみよう。これとか、うん、ね、ちょっとこれ落としてみよう。ちょっと水上がってくるわ。よし、じゃあ新しいやつ。そう思ったんやけどさ、うん、ご飯をさ、先に、うん、もうこの皿に並べて、そうそうそう、その上にこれをはい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 っちゃっていくわ。早いんじゃないっていう。そんな気がする。そのパターンでいってみる。どうせ逃げらんもんな。え、ほん、ほら、あ、そこに乗せていきな。じゃあこれもらっていくよ。うん、じゃあすっちゃんの方にも置いてあげるよ。細っ。細っ。細っ。はい、細すぎるから2個乗せてあげよう。うん、よし、 OK。 ちょっと待って、だって食品食べなかった。よし、 OK。バッテン寿司。マグロが細いね。マグロ、細マグロ。細マグロ、細マグロ。なんかだいぶケチな寿司屋のマグロ。海苔を細く切って分解できるんじゃないかな。いいんじゃない。うん。そしたらたくさんマグロ乗せれるかも。これはなんだ。それはね、カンパチ。美味しそうでしょ。残ったやつは刺身として食べればいいね。うん、すーちゃん、じゃあ手洗ってくる。マジか。うん、しょ。あー、こちら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 。よし、じゃあ、あっちゃんはこっちゃんが来ないように。うん、守ったぞ。はぁ、こっち先生、この海苔食べていい。ダメだよ、今パパが切った分解用の海苔だ。これでほら、こうやってさ、分解にしてさ、無理やり分解。もうやりすぎる。ほら、そしたらさ、さらにマグロが乗るやろ。あ、なるほどね。よし、じゃあ、パパ頭いい、うん、マグロ大盛り寿司を作ろうか。うん、これ、ご飯粒じゃなくて使わないか。だいたいさ、水で海苔をくっつけようってさ。紙じゃないよ。おい、いいね、いいね、いいね。あ、おいしそう。マグロ大盛り寿司、イエーイ。やったね。はい、じゃあ、ちゃん、じゃあ、これでいこう。あ、もっと入れとこ。もう美味しいよ。いいね。いい、美味しそう。美味しそう、美味しそう。できました。できました。おお、素晴らしい。本当すごいね。うん。こんなに本格的なお寿司ができるなんて、てか巻き寿司よく綺麗に切ったね。でしょ。食べていい？なんかすごい。食べたい？はい。もう食べたくてたまらないね。どう？美味しい？うん。よかった。本当に美味しそうな顔してる。すっちゃんもね、
こうやりたかった感じになった？うん、よかった、よかった、大成功やね。うん、ちょっとさ、お寿司屋さんやれちゃうじゃない。ふわふわ寿司、お寿司の要素はどこにあるの？こっち食い寿司にしよう、うん、いや、食べないし余った具材はそのまま食べてもいいですよ。そうそう、お刺身として食べようね。キュウリとアボカドしかないんですけどね。うん、あ、キュウリだね。あ、いただきます。のりから食おうかな。おー、よかった。うん、あ、うまっ。このさ、寿司飯ほんと美味しいんだけどさ。美味しい、全然寿司ローに負けてない。そうね、味はね、負けてないね。家でさ、自分の好きなのをこんだけ作るってよくない？うん、でこれからもっと作ろうよ。初めてね、お寿司作ったけど、こんなに上手にできるんだったら家で作った方がいいね。二人が普段お寿司のゲームのアプリで遊んでるんだよね。うん、サソリ乗っけたりとか、わさび山盛りにしたりとか、そんな状態のさ、お客さんに出してさ、お客さんがさ、もう死にかけてるじゃん。そんなのさ、やお寿司作りたいとか言うから、もうママ一体どんなお寿司作る気なんだとドキドキしてたんだけど、よかった、美味しいお寿司になって。あ、珍しい食べの方法を考えた。じゃあちょっとかけるね。で、大丈夫と思うから。チーズが食べ出した。うん、食べやすそう。うん、パパアパパパパパパえ、なんだっけ。アパアパアパポポって言ってたよ。じゃあ、美味しく作れてよかったね。ねえ、うん、よかった。皆さん、さよなら。